基礎計算、意外な誤答があるルート計算、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。解説をします。上のように割り算してルート3と誤答するケースがあるようです。本題のような整数とルートはそのまま割ることはできないので、上のように分数にしますが、分母のルートは有理化します。ルート同士であれば中の数をかけることができることと、ルートの中が2乗になったら外に出せることを利用して、分母のルートを消すために同じルート2をかけますが、分母だけかけると分数の大きさが変わってしまうので、分子にもルート2をかけます。すると分母はルート内が2乗になるので、2が外に出てルートがなくなります。分子は6と2はかけられないので上のように表します。あとはルートの外同士は約分できるので3ルート2が正解となります。別解として整数の6は2乗するとルートの中に入れられ、ルート同士なら割り算できるので上のようになり、18を素因数分解するとき2乗のものは外に出せるので3ルート2となります。おまけ問題です。次の方程式を解いてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。